V リーグスーパープレイ。今回は私、元日本代表横山まさみが解説させていただきます。ベストサーブ、埼玉上尾井上選手のサーブです。ネットを越えてから大きく右に曲がり、エンドラインギリギリに落ちた素晴らしいサーブですね。続いて東レアローズ石川選手、ジャンプフローターなんですけども、少しドライブ回転をかけ2人の間に落ちるスピードのあるサーブです。ベストアタック、黒部のリー選手、狭いストレートなんですけども高さを生かした素晴らしいスパイクです。続いて JT 林選手、こちらも狭いんですけどもボール1個分ストレートをきっちり抜いてます。モンスターブロック、ブロックといえばこの人、この試合で通算ブロック決定本数が1044本となり日本記録を更新したトヨタ車体荒木選手。荒木選手の凄さは空中姿勢の良さと粘り強い最後までアタッカーを見ている目線。特に相手チームのアタッカーが限られた時は高さも形もしっかりしていて最後まで目線が残っています。このブロックはさすがですね。ベストディフェンス、こちらは東レアローズのレシーブ、堀川選手が上げたボールを水杉選手と関選手がなんとかつなぎました。特に関選手、体を反転させてうまく返しました。メガラリー、埼玉上尾と黒部のラリーです。黒部は本当によく粘り強くレシーブ拾ってます。ここで黒部チャンスボールもらうんですが、埼玉上尾山岸選手のスーパーレシーブ、そしてこのワンタッチをしっかり時間を取って4枚攻撃につなげた埼玉上尾の素晴らしい攻撃でした。